どうも、木原です。今日はですね、独立についてのリスクの潰し方と考え方というテーマで話していこうと思います。まあ、この話をしようと思った内容としてはですね、先日ですね、前の会社のね、仲間、仕事仲間ですよね、ちょっと飲みに行く機会があって、でですね、まあ、その時に話の流れでちょっと出てきたことなんですけれども、その方はね、今ね、ちょっとお仕事されてない状態で、その仕事をしなくてもまあ大丈夫だっていう状態なんですけれども、ただ、どう言ってんですかね、興味のある仕事はあると。で、その興味のある仕事に対して資格とかも取られてる方だったんですね。で、まあ、僕が、率直に思ったのは、まあ、その資格も取って、興味のある仕事なんだったら、まあ自分でやったらいいんじゃないかなっていうふうにも思ったんですね。で、まあ、その自分でやったらいいんじゃないかって思った理由としたら、まあできるんじゃないかなって思うような、業務内容だったんですね。まあ清掃関係のお仕事なんですけれども、まあできるんじゃないかなっていうところで僕は思いました。でですね、まあ、それを、一遍できる範囲でやってみたらどうなるかなっていうところを話したら、一人でしたことがないから、不安ですと、やったことないですし、とか、物を壊してしまったらどうしたらいいのかとか、まあ、いろいろ、どういったんですかね、話してる最中にですね、やらない理由っていうのを、たくさん、聞いたんですね。で、まあ、僕自身は、まあ、やれやれっていうわけではない、言うために、食事ですね。久々に会って、まあ、飲みに行くっていう機会があったわけではないので、まあ、別にそこまで深掘りした話はしてなかったんですけれども、まあ、ちょっともったいないなっていうところで、まあ、そこについてのことをね、少しちょっと考えたんですね。で、まあ、さっきのテーマでも話した通りですね、独立についての、まあ、リスクの潰し方と考え方っていうテーマでちょっと話しようかなっていうところで思うんですけれども、まあ一体それは何なんやっていうところで、まあ要は独立するにあたって、その不安ですね、の、材料になるリスクっていう部分が気になって二の足を踏んでるっていうことだと思うんですよ。これはリスクの正体っていうのは、まあ不安とか、いう部分かなっていうふうに僕は思うんですね。まあ不安になっている部分っていうのをより明確化させることによって僕はその不安っていうのを解消させれるんじゃないかなっていうところを思うんですね。で、まあそのことについて少しまあ不安の取り除き方みたいな感じの話をしていこうかなっていうふうにも思います。じゃあ早速ね内容の方を進めていこうと思うんですけれども、まあなんで不安になるのかっていうところをまあ自分自身が把握するっていうのが僕は大事だと思います。なぜ不安なのかっていうのを把握するっていう要素なんですけれども、まあ、例えば、そうですね。まあ、先ほど話したと内容にもちょっと付随するんですけれども、まあ、一人でするのは大変だとか、まあ、営業したことがないとか、まあ、経理をしたことがないとか、はたまたチラシを作ったことがないとか、自分で軽自動車を、僕らの仕事で言ったらね、軽自動車を買ったことがないとか、どの道具を揃えたらいいやとか、何から最初に揃えていったらいいのかとか、まあそういういろんな、不安になる要素っていうのを、まずね、僕は洗い出すのがいいと思います。で、その不安になる要素っていうのを洗い出した後、その不安の要素っていうのは、なんで不安なのかっていうのを僕は深掘りしていくっていうところが、大事かなっていうふうに思います。まあ、なぜならですね、この不安に思うことっていうのは、そんなん初めてやることやねんから、まあ当たり前やし、はなから分かってるやんけっていう話なんですよ。で、その、まず不安を取り除くための作業っていうのを僕はするのが絶対いいと思うんで、まあここについてね、ちょっとね、もう少しね、細かく。まあ例えをね、ちょっと交えてちょっと話そうと思うんですけれども、まあ例えば、そうですね、初めて海外旅行に行きますと。で、海外旅行に初めて行く時っていうのは、多分不安多いと思うんですよね。まあ、僕自身は、初めて海外旅行に行く時不安でした。まず、パスポートの取り方もわからないですし、あとは、そうですね、何がいるのかとか、全然わからない状態で、異国の地でですね、どういうふうに、行ったらいいのかっていうのがわからなかったです。で、その、わからない理由としたら、海外旅行に初めて行くっていうことが、で、わからなくなってるだけで、
海外旅行に行ったことある人だったりとか、行き方だったりとか、そんなんをね、調べたら、少しずつ解消されると思うんですよ。パスポートは絶対、何がいるのか。まあ、パスポート言いますよね。パスポートはどこで取るのか。いついつまで取らないといけないのかとか。取るために、海外旅行に行くためには、チケットを取る前にパスポートを取らないとか、いろいろ調べますよね。まあ、ここが深掘りっていう部分ですね。あとは、いくらあったら行けるのか、いくらあったら遊べるのかとか、最悪、緊急事態ですね。道に迷ってしまった時はどういうふうな対応をしたらいいのかとか、その時に必要な英語の言葉は何を覚えておいたらいいのかとか。まあ、例えば、そういうことですね。まあ、深く掘っていく。こういう時はどうしよう。ああいう時はどうしよう。その不安の要素ですね。あとは、例えば食べ物に当たってしまったらどうしようとか。そしたら、まあ、お薬を持っていといたらいいかなとか、ちょっとお腹痛のお薬持っていといたらいいかなとか。まあ、向こうで、そうですね。食べ物に当たった人の経験談を、まあ、ブログでちょっと見ておこうかなとか。はたまた行くところですね。海外に行った時に、そこの気候はどうなのか。寒いのか、暑いのか。着るものは必要なものなのか、必要じゃないものなのか。まあ、そんなんを調べたりとか、まあ、すると、そのあたりが把握できるかなっていうふうに思います。で、深掘りすることによって、自分が不安に思っていることっていうのを、まあ、把握できるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。まあ、これがまず第一ですね。で、次にですね、まあ、不安で、に苛まれて踏み出せない人もいれば、不安を、全く感じずに、突き進んでいける人もいると思うんですよ。まあ、ここに関しては、そうですね。まあ、変な、どういったんですかね。根拠のない自信っていうところですね。これって、まあ、僕は良しや悪しがあると思ってて、まあ、その根拠のない自信が、実はちゃんと自信につながるものを持っているっていうことであれば、僕は問題ないと思うんですね。なんですけれども、その自信につながるものを持ってて、根拠のない自信がある人っていうのは僕は OK だと思います。ただ、根拠のない自信はあるけれども、それがただの過信になってないかっていうところですね。独立できるとか、自信持ってやれる。そんなやったれって言って、ちゃんとした、うまくいくための事柄っていうのを持たずに、言ってしまう、過信してしまう人とかもいるので、まあ、そのあたりは僕は注意した方がいいかなっていう。僕の考え方で言うとですよ。まあ、自信と過信のバランスの把握っていうところが僕は大事だと思います。で、この自信と過信の、バランスの把握っていうところなんですけれども、まあ、ここはさっき話したのね、通りで、まあ、例えば、そうですね、職人さんで言ったら、これは先ほど話した話と、真逆の話になってしまうかもしれないんですけれども、あ、俺、木の切り方わかる。あ、ここにいるスタッフより早いとか言って、あれ棟梁が言ってる通りほぼできるようになったなとか言って、これできるんちゃうか。なんか、結局、できることができるようになったからって、独立ができるかって言ったらまた話は別の話だと思うんですね。まあ、そういうふうなところでですね、まあ、飛び立っていってしまう人とかもいるので、まあ僕はそれはちょっと良くないんじゃないかなっていうふうにも思います。まあ結果ですね、どういったんですかね、技術はあるけれども応援ばっかりになってしまうみたいな感じの方とかもいると思うので、まあこのあたりはですね、もっと自分が、できないことは何なのかっていうのを、まあ、できることだけ過信するんじゃなくてですね、できないことはないのかっていうところをね、把握していくっていう作業を、した方がいいと思います。これはね、自分のね、性格との向き合いにはなると思うんですけれども。でですね、まあその過信を僕は自信に変える作業っていうのをしていったらバランスっていうのは良くなっていくと思うので、まあこの過信してる部分を自信に変えていくっていうところで言ったら、まあ独立して何がいるのかとか、何を、していかないといけないのかっていうのを、やっぱり僕は、どう言ったですかね、明確化していくっていう作業をした方がいいと思いますね。例えば、まあチラシを、配った時に、どれぐらいの反応があって、どれぐらいの契約になるのかとか、そうですね、売上のめどは、実際に、独立した瞬間から立っているのかとか、あとはそうですね、協力してくれる仲間はいるのかとか、全部一人でやりきらなあかんのかなとか、あとそうですね、まあ、最悪、人工でですね、受け入れてくれる、まあ、会社だったりとか、仲間はいるのかとか、自分がどういったんですかね、
独立してみたものの、あまり思うようにいかない時とかの、そのリスクヘッジですね。とか、まあ、そんなんとかをですね、一つずつ潰していってですね、よくしていくっていう作業を僕、どう言ったんですかね。過信ではなく自信につなげていく、できる根拠っていうのを作っていくっていう作業を僕はしたらいいかなっていうふうに思います。まあ、でですね、まあ、それが過信になってないのかとか、自信につながっ、ちゃんと、どういったんですかね、できる目処が立てた自信なのかどうかっていうのを、やっぱりね、これね、自分だけで把握しようと思ったら、難しいと思います。なぜなら、自分は、例えば独立したいっていう思いの方が強いので、まあ、過信のバランスが、どういったんですかね、強くなっている可能性が高いですね。なので、そういう時はやっぱりね、僕はね、先に、独立されてる方だったりとか、まあ、はたまた、違う業種でもいいですし、まあ、いろんな人の意見でも、実際、まあ、なんていうんですか、聞く姿勢を持ってですね、話を聞いた方がいいと思います。もしかすると、手厳しいことを言われる可能性もあると思います。いや、お前ちょっと無理ちゃうとか、だってこれこうやんか、ああやんかとか、お前全然言うこと聞かへんやんかとか、お前めっちゃ怪我するやんかとか、なんか動きも雑やんかとか、なんかね、いろいろ言われることあるかもしれません。でもそれって、例えば、自分が、過信してた部分ですね。まあ、気づいて、自信につなげる、大事な要素っていうのに気づいてなかったことやと思うんで、それをですね、気づけた段階でですね、それを潰していったらいいだけなので、まあ、そういう作業を僕はしてもいいのかなっていうふうに思います。でですね、まあ、最後ですね、これ結構一番重要かもしれないんですけれども、リスクの最大の損失の把握っていうのを僕は、するのは大事かなっていうふうに思います。まあ、ここをね、わからないまま始めてしまうと、どう言ってんですかね、例えば、うまくいかなかった時の、その心のリスク、心のね、そのあり方っていうのが崩れてしまう。まあ、メンタルが崩れるとかね、そんなんにつながるかもしれないですよね。例えば、僕らの仕事で独立しようと思って、最初にかかる諸費用で言ったら、まあ、安くても50万から100万ぐらいじゃないですか。100万ぐらいの間までちゃいますか。大きくお金がかかるとして。まあ、そのお金を、支払ってですね、実際にやってみたものの、仕事は取れない。軽自動車毎日止まったまま、応援ばっかりで、結局車なんかいらなかったんじゃないかな。まあ、100万も出したのに、全然仕事にならない。ああ、なんか100万損した。で、結構これって、バカらしいなと思ってて、はだから、まあ、それはうまくいかないかもしれない。これは100万円は、俺はいけるって踏んだから、このお金を投資したっていう、どう言ったんですかね。自信ですよね。自信の部分っていうのをちゃんとね、こう、明確にしておけば、ここの損失に対しても、多分心のね、ケアっていうのができると思いますし、実際に始めた時に、どれぐらいのお金が、どういう形でいるのかとか、なんか物損をしてしまった時にね、どれぐらいのお金がかかってしまうのかとか、なんかね、支払いだったりとか、まあ、そういうのとかだったりね、把握しておいたら、まあ、ここまで、なんとか、頑張れたら、食う分には困らへんな、とか、生活できるな、とか、まあ、最悪、ここで仕事なかったとしても、ここで、応援呼んでもらえる段取り、お願いしてるから、まあ、3日は、これで食いつなげるな、とか。なんかそういう、どういったんですかね、まあ、最大のリスクの把握っていうところですよね。まあ、お金の部分ですね。損失っていうところに関して、深くね、考えるっていうのが僕はね、いいのかなっていうふうに思います。やっぱりね、そうすることによって、過信してた部分だったりとか、自信がなかった部分だったりとかっていうのが、こう、バランスが良くなってくると、一歩踏み出そうって思えることっていうのは多分ね、出てくると思うんですね。ただ、まあ、そうですね、最後にまとめて話すっていうところで言ったら、結局踏み出すのは結構勇気の部分がいると思います。やっぱり、過信が薄くなって自信がついたとしても、踏み出すのってやっぱ勇気いると思うんですよ。なぜなら初めてやることなんで、そこをですね、どう言ったんですかね、勇気をですね、こう、持ってですね、自信をつけてですね、周りも応援してくれるっていうような環境になれたのであれば、僕はね、一歩踏み込むのもね、いいのかなって思います。まあ、僕らの仕事で言ったらね、そんなね、
リスクっていうともたかだか知れてると思うんで、まあ、そのあたりはですね、まあそうですね、YouTube やってる、独立してる方だったりとか、まあ僕ででもそうですけれども、ね、相談に乗れることであれば相談に乗れることもあると思いますし、まあ、その方のことをね、十二分に知らないと難しいと思いますけれども、まあ周りにですね、どういったんですかね、尊敬する方とかも、中にはいらっしゃる方もいると思うんで、まあその方とかにですね、聞いたりとかして、一歩踏み込むための勇気をね、持ってですね、リスクをですね、コントロールして、自信持ってやってもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあこれは独立のリスクの考え方の話になるので、参考になれば嬉しいなっていうふうに思います。ありがとうございます。